この後時刻20時からはウェザーニュースライブムーンが始まります。担当の山岸愛理キャスターお呼びしていきましょう。こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します、山岸愛理です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すごいムーンですね次はどうしたのみーちゃん、こんな遅い時間にこんばんはの成果出せましたこんばんはの練習の成果もうこんばんはだけはちゃんと言おうと思って言えてたんですけど、3回目ぐらいにちょっと気が抜けて、こんって言っちゃったんですけどこんから立て直してこんばんはに行けました。よかった練習の成果出たね逆の現象がね、私はよくあるので、そうですよね、こんばんはに言い慣れて、で昼に行くとこんばんはって明るい時間に行っちゃったりするから難しいよ ね、時間によってこう、こんばんはとこんにちはだとこんまで一緒なので、まだ途中で切り替えられますけど、おはようございますだと急にもう一文字目から違いますよね。そうだね、間違ったっていうのがすぐバレちゃうそうですねそんな今日はすごく各地で蒸し暑い体感となっていまして、おかえりメールでも暑い日の過ごし方についてお聞きしていたんですけれども、アイリンさんは暑い日どうやって過ごすのが好きですか？暑い日はもう出ない家から。室内派ですか他にどうするんだろう、みんなどうやってるんだろうプールに行くっていう方もいらっしゃいました。みーちゃんは泳げるんですか？私泳ぐの大好きで、すごい、なのでプール付きのジムとか探してて、行けたらいいなって思ってるんですけど、大人になってからもプール行ったりする？なかなか行かないですね、やっぱり。子供の頃は6年間やってたんですけど、最近はなかなか行かないですね。私泳げないので羨ましいんですよ、その泳げる人が。そう、意外です。そうなんですね。なんかこれ本当になんかいろんな人に、なんか小さい頃に習ってるか習ってないかの差だから、習ってないと泳げるようにならないんだよっていう風に教えてもらうんですけど、本当に皆さん舐めないでいただきたいのが、私習った上で泳げなかったんですよ習った経験あるんです私別にそのなんかそういうね、なんかこう教育を受けなかったわけではなくて、ちゃんと習ってスクールに通った上でそれでも泳げなかったんです能力者だからあ、そうかも、身を食べたのかもしれない。何の身食べたんですかね。なのにまだちょっと能力がちょっと見つかってないんですけどギシギシなの。やだな、金槌になるだけだとやだな、海に嫌われる一方なのいやでもお天気を分かりやすく伝える能力の身を食べたんじゃないかなと私は推測しています。優しいそうだといいな。ただね、海に嫌われただけでね、泳げないだけかなって思ってたんですけれどもそうですね、はい、そして